かな。あ、カジュアだ。カジュアの食べ方ない。ジュアさんの来なかったか、ぬいぐるみ。あるよ。ぬいぐるみあるよ。うん、お家にある。お風呂入って。お湯が出てきてるんじゃないの、ここから。雪ないから。ここもああいう。ちょっと早くからね。ああいうで、コインや。コインが、ずっとだった。ハリボルだったよ。コロコロ、どんぐり、ラザニアだって。お風呂入ってる。パパ入りたいよ。パパ入ってる。温泉じゃない。お風呂なんだ。お風呂か。温泉じゃない。温泉っていうのかな。まだ来たばかりだ。11月28日火曜日に。ホームでも動物がやってる。登りは。3匹全部同じとこから来たの。お湯じゃないんじゃない。お湯だよ。お湯じゃない。なんかお水が落ちてきたところの下のところに湯気が出てる。え、だからこれお水だよ。お水があったかいよ。ねえ、かわいいね。こんなにずっと朝から入れてくれてんの。わかんない。ねえ、だって来るのが遅くなっちゃったから。あのトラックのやつ気持ちよさそうだね。なんだとこでと有効使ってる。ねえ、いいね。結構ね、走り回ってたりするみたいなんだけど、まあ、お風呂のがいいし、今、うんうん、これ、お湯止めたら出るんだろうね、きっとね、多分。あそこのお湯、結構高いんだろう。まだちっちゃいね。ちっちゃいよ、生まれて去年生まれたことないですね。なんか3匹一緒に入れるんだ、あの狭いところ。でも体大きくなったらあれじゃ間に合わないね。お風呂どうしたら兄弟で配属させちゃうのかな。あ、これね、メスオス混じってる。うん、あ、戻ってる。もううんこまみれだ、ほら。うんこいっぱい浮いてる。見える。ものすごい色のお水だね。お湯が。実際に来たの？あ、バクさんは死んだそうになって。どこどこ見たい見たい。いないね。カビさんさんのとこに。あ、いいね。カビさんのとこに。カビさんのとこに。カビさんのとこに。いいね。今、死んじゃったの。あ、高そう。見える？見える。カビさんさん。見える。温かいお湯に使ってるの。うん、ドロドロだね。ちゃんと当たるね。それと一緒だ。これと一緒だ。かわいい。冷たいの。冷たいの。冷たいの。かわいい。使ってるお風呂だと方がいいんだよ。ね、そうそうそう。マキさんが動物園から。湯気に出るじゃん。寒いからお湯使ってんの。11月に来たばっかり。気持ちよさそう。やぶなぶな。あ、パパ乗ってきました。いいよ。ちょっとダメ。ちょっと危ない危ない。ほら見える？ほら、心好きなんだって。
あ、ちゃんと一緒だね。見てたんだ。見てたんだ。おいら、ちょっと待って。